今回のイメージがそのトランプの中のキャラクターで、私はその中でもキングの中の役割をしてるんですけど、衣装もすごくこんないっぱいパールとかつけさせてもらったので、すごく可愛いんじゃないかなって思ってます。今日私たちジャックです。ジャック。カードゲームトランプで遊んだ思い出などがあったら教えてください。ミナがめっちゃ UNO やりたがる。そうなんよね。でもね、UNO ってね、あればやりたくない。あの、ないときはやりたいのよね。まあ、UNO やろうとかね。なかなかね、できないよね。ごめんね、リナ。ごめんね、リナ。ツアーでですね、あのラップユニットをするときにですね、マリカ初めて歌詞を書かれました。そうだね。これは一番大きな成長じゃないかなと思うんですけど。成長成長。イエーイ。それはコンサートですよね。それしかないよね。こう支えてくださるミュージシャンの皆さんがいるって思うと、なんか何でも頑張れちゃうっていう気持ちになるので、これからもっと上を目指して頑張ろうっていう気持ちになりました。